どうも、おちんです。今日もマインクラフトダンジョンズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。ちょっといきなりカオスなんだけども大丈夫か。いきなり入った途端だったね。入った途端、これやっぱ入ってからさ、急に敵がこう笑っているところにいたら、このラグでやられるもんね。もう頼むよ。ああいうのはなしにして、本当に勘弁してくださいよ。こっち下のあっちはないか。ないね。オッケーオッケー。前回ね、ちょっと、あっ、マジか、あぶねえ。前回が支援側に回ったのよね。エンチャントの書をつけて支援していく形を取ったんだけども、今回はちょっと自分も攻撃的にやっていきます。あ、この下なんかあるな。下なんかある。下行きましょうか。まあまあ、これが見つけて、後でみんな来てくれて大丈夫だからね。じゃあ、あー、大丈夫か。いや、え、マジか。行く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 。ナイトモードになると本当ちょっとやばいからね。え、誰もいないぞ。ちょっと待れ。よし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 、オッケー、いった、大丈夫ね。じゃあ俺は下の方を探しに行きます。いや、絶対あるよ。あっち、あっち側絶対あるっしょ。やばい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 、早く生き返らせないと。ちょっと待って、やばい、ファントム来る、ファントム来る。よし、やべえ、よっしゃ、あぶねえ。オッケー、じゃあちょっと戻ろう。あっち洞窟だったもんね。ああ、はいはいはい。行かないの？嘘？古代人がいる可能性あるんだけどな。まあまあいいか。みんなにちょっとついていきましょう。なら、あ、全体をあれか、みんな見ていく感じじゃないのかな。俺はね、もう洞窟があるならもう全部入っていくんだけど。おい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 、なんじゃこりゃ。おいおい、怖っ。何、重力付き、重力付きのおバカさんがいたね。危ねえ危ねえ。え、どこ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 だ。こっちか。ちょっと行くわ。危な、やべ、俺が死なないようにしよう。オッケー。え、あ、またやられてる。しゃ、どこだ。よし、あー、ファントム来てる、ファントム来てる。要注意要注意。あ、なんか洞窟あったっしょ今。そっちか、洞窟があったあった。わ、ぶねー。行け。え、誰か死んだ。やられてるやられてる。やっぱこのね、助け合いっていうのがこのマルチのね、面白いとこだよね。おーし、え、全員いる。あ、いつの間にかパーティーが減ってる。4人でやってたんだけど、1人なんか落ちたのかな。あー、なんか招待が届いた、招待が届きました。おお、開けてくれた、ありがとう。行ってくれたか。行きましょう。あそこはやっぱあれだよね、パーティーじゃないと入っちゃダメだよね。戻ってこれないから。で、次どっち。おい、おいし、おお、あ、そっち側見に行ってくれてんだ、ありがたいねいや、苦痛の矢でさ、画面がグラ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 揺れる。あ、何もなかったんだ、何もなかったっぽいよ。行きましょう。足遅いっていうのはね、
まあこの防具がさ、これあの幸運防具なのよ。幸運をつけたいから防具装備してるだけであって、別にめちゃくちゃ強いってわけじゃないんでね。まあ幸運もついて、さらには実用性もめちゃくちゃあるっていうのをちょっと探していきたいね。わー、大丈夫かそこ。うわ、絶対きついっしょそれ。そういう乱戦のところにね、ガシッとこう矢を一本打って現状打破できるのは強いよね。あー、大丈夫。え、どこ、え、こっち、こっちだな。あ、大丈夫か、生き返らせるからね。痛い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 。よっしゃ、行こう、行くぞ。あ、こうなったらもうテレポートした方が早いんだ。あぶねえ。やっぱこのね、ステージが変わった瞬間になんか取り囲まれたりするとやばいね。うわ、やべ、キャプテンいる。大丈夫。うわわわわわわ、わっけわからんくなってる。あそこ何、あそこちょっと気持ち悪い感じになっとるよ。キャプテンもいたのね。やばい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 、死ぬ死ぬ、死んじゃう死んじゃう。え、あとどこ、上か上か。あ、やべえ、俺旗取っちゃった、ごめん、旗ちょっと取っちゃったわ。モブの速度が 80% 上がって、ごめんね。いいよ、これでもパーティーだったらいけるよ、いけるいける、やっちゃおうよ。あぶね。モブの速度 80% ってえぐいことだったけど、行こう行こう。もうここのねステージで終わりだから行こう。もう取ろ取ろ、もう取っちゃおう。もう全部取っていこう、いけるよ。もう普通の矢がねこんだけいれば全然いけるから。よっしゃ、あ、そっち脱出があるんだ。じゃあこっちの方にまだなんかある可能性があるね、行こうよ。うわっ、あ、でもね、こんだけいたとしても落ち着いていけば全然余裕。よっしゃよっしゃよっしゃ、おった、あった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 ぞ、あったぞ、あったよ。こっち来てた、どう、うわー、嘘、ちょっと待って、おっ、あぶね、あ、ちょっと待って、待って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 、よっしゃ、あぶねあぶね、帰れんかったからちょっとしんどかったけど、いけたね。外れかよ。あとはこっちの上にあるか、あった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 、やったやった、みんなこっち来て、みんなこっち来て、こっち来て、あるよあるよ。チェストの数1だから、これ古代人だわ、残り1個だから間違いなく古代人。こっち来て、みんなこっちに来て。よっしゃ、風ひげ、風ひげです。こっち来るんだ。はいはい、風ひげのところの宝箱だったのね、残り1個は。いくぞ。いや、きついきついきつい、普通に行こうと思った、きつかった。あ、ウィンドボーのユニークだね。うん、谷の小玉じゃなくってノーマルの方のユニークが出ました。よし、クリアだね。うん、なんとかみんな無事にクリアすることができました。いやーごめんね、旗をちょっと俺が取ったせいで最後ごちゃごちゃになったけども、まあクリアできてよかったね。見ていきましょう。え、俺幸運装備してるよね、もうしてるしてる。いらないね。これショート棒のバーストボーストリングのクールダウンショットもういいかなとちょっと思ってきたんだよね。いらない。黄金ピグリン、いりませんね。なんかいいのが今回あんまり出ないな。お、ハープ、お、ダイナモ、あ、これはいい。
まあ、無限がついてないか。無限ついてないな。でもダイナモと、リフレッシュ。重力もまあ、腐ることない。発射レートか。まあ一応、持っときましょうかね。はい。まあとりあえず、今日は、マルチプレイ、やってみました。やっぱ自分も、攻撃に参加するような感じで、行った方が楽しかったね。よかったです。まあまた、やっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。